皆さん、こんにちは。声楽の田川里穂です。今日は皆さんと一緒に鬼滅の刃無限列車の主題歌ホムラをおととりしていきたいと思います。そしてこの動画を見たら歌えちゃったぜっていうのを目指しています。よろしくお願いします。じゃあ早速行ってみよう。もう一度言ってみよう。1,2,3とし、さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように。じゃあちょっと伴奏も入れてみよう。1,2,3とし、さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、OK ですか？そしたらその先行ってみよう。このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた、読み合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに。このまま続くと思っていたからもう一度いきます。1,2。このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに。そしたらさっきみたいに、ちょっとだけ伴奏入れてみよう。いきます。このままからね。1,2。このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた、光がまだ胸の奥に熱いのに。そしたら僕たちはに進みましょう。1,2。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび僕は君を思うなら強くなりたいと願い泣いた、決意を花向けに。3,4ってなります。じゃあ僕たちからいきましょう。1,2。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび僕は君を思うだろう
ですか。そしたらさっきみたいに伴奏と一緒に行ってみましょう。1、2、3。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した、未来のために夢が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた決意を花向けに。これで1番歌えちゃいましたよ。それでは2番に入ります。メロディーほとんど同じね。1、2、3と4。懐かしい思いにとらわれたり、残酷な世界に泣き叫んで、大人になるほど増えてゆく、少しだけ言葉の入れ方が1番と違うけど、メロディーの全体的にはそんなに変わりません。懐かしいから言ってみよう。1、2、3と4。懐かしい思いにとらわれたり、残酷な世界に泣き叫んで、大人になるほど増えてゆく、もう何一つだって失いたくない。じゃあ軽く伴奏入れてみよう。1、2、3と4。懐かしい思いにとらわれたり、残酷な世界に泣き叫んで、大人になるほど増えてゆく、もう何一つだって失いたくない。じゃあその先いくよ。悲しみに飲まれ落ちてしまえば、痛みを感じなくなるけれど、君の言葉、君の願い、僕を守り抜くと誓ったんだ。その誓ったんだが一番と違うよね。僕は守り抜くと誓ったんだに行き、2番括弧に進んでいくのね。悲しみに飲まれから行ってみよう。1、2。悲しみに飲まれ落ちてしまえば、痛みを感じなくなるけれど、いけちゃったかな。じゃあ伴奏と一緒に行ってみよう。悲しみね。1、2。悲しみに飲まれ落ちてしまえば、痛みを感じなくなるけれど、君の言葉、君の願い、僕は誓ったんだ。これで2番括弧までいけました。そしたら このおーっていうところに行きます。1、2、3と4。おーおー
ちてゆく一つだけのかけがえのない世界。1、2、3、4、もう一回いきます。音を立てて崩れ落ちてゆく一つだけのかけがえのない世界。ここまでね。いきます。1、2、3と4。おおおおまで進んでいきます。じゃあこののところを伴奏と一緒に言ってみよう。1、2、3と4。おおおおでしょうね。歌ってみよう。手を伸ばし、2、3。手を伸ばし、抱き止めた激しい光の束。輝いて消えていった未来のために託された幸せ。ごめんなさい。抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために。こっちが正しいんだよ、ごめんねみんな。抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために。託された幸せと約束を超えてゆく、振り返らずに進むから、前だけ向いて叫ぶから、心に炎を灯して遠い未来まで。から行ってみよう。田川みたいに間違えちゃいけません。手を伸ばし、2、3。手を伸ばし、抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、託された幸せと約束を超えてゆく、振り返る
3小節いくね。もう一回いくね。せーの。これで一通り歌えたのだ。じゃあ手を伸ばしからピアノと一緒に行ってみよう。伴奏と一緒に行ってみよう。せーの。手を伸ばし抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、託された幸せと約束を超えていく。振り返らずに進むから、進むから、前だけ向いて叫ぶから、心に炎を灯して遠い未来まで。どこを間違えたかっていうと、もうみんな気づいちゃってるよね。ごめんね。あのね、田川の YouTube 見たことある人は、あのこの田川のゆるっとさを皆さん知ってると思うんですけど、なんかね、みんなに会いたくなったらね、すぐ撮っちゃうの。それですぐ撮っちゃう前にもっと準備せんかいっていう感じだと思うんだけど、あのね、撮りながらみんなと一緒にコミュニケーションできたらいいかなとか思っちゃって、まあ、そんな言い訳はですよ、通用しないとして、振り返らずに進むからなの。私進むからって言っちゃったの。最低でしょ、ごめんね。振り返らずに進むから、前だけ、ごめんね、間違えちゃったから、田川がいけません、ごめんなさいね。だから手を伸ばしから、もう一回行こうぜ。イエーイ、せーの。手を伸ばし抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、託された幸せと約束を超えていく。振り返らずに進むから、前だけ向いて叫ぶから、心に炎と。田川そこ違うんじゃないのとかあったら教えてね。じゃあね、皆さん、バイバーイ。